しくお願いします。はい、まず、一勝一敗でこの第3局を迎えて明日から対局ということで、今の心境を教えてください。まあ、そうですね、まあ、先週に続いてということで、そうですね、まあ、感覚がだいぶ詰まってきたので、はい、まあ、先週は、はい、いい形で来れたので、まあ、その流れを、はい、継続したいなというところですね。はい、まあ、この間金曜日対局もあってなかなか、スケジュール的には大変なのかなというふうに感じるんですけれども、はい、ご本人いかがでしょうか。あ、そうですね、まあ、ここの先週からの連戦は、まあ、日程的には結構大変だったんで、まあ、そこは一つ鍵になるかなとは思ってたんですけど、まあ、いい形で来れたので、はい、まあ、明日も、はい、いい状態で臨めるかなというところですね。はい、この名古屋に到着してすでに、トークショーですとか、まあ、あと必勝祈願、そして、まあ、この見聞とすでにいろいろこなされているんですけれども、はい、この今日のここまで その何かこう印象に残ることとか、まあ、ちょうどファンの皆さんもさっきいらっしゃってたところではあったんですけれども、はいはい、まあ、そういったことも含めての、まあ、コメントいただければと思います。あ、はい、まあ、対局場のこの番勝寺さん、私はもう2回目なんで、以前も、こうタイトル戦やらせてもらってるんですけども、まあ、今回は、まあ、すごいなんか久しぶりにこうファンの方が入ったイベントがあったなというか、まあ、前夜祭ではないですけど、そういった形のイベントっていうのは、そうですね、タイトル戦ではかなり久方ぶりだったんで、その辺はなんか、まあ、やっぱ新型コロナウイルスの状況って良くはなってないですけど、なんかその中でやっぱりどういった形で、まあ、イベントをしていくのかっていうことを、やっぱり関係の皆様方がこうご尽力していただいた結果、まあ、なんかすごい1年ぶりぐらいにこうしてタイトル戦のイベントができたっていうのは、まあ、なんかそれはやっぱりすごいありがたく思いましたね。はい、まあ、この見聞のちょっと前ですけども必勝祈願ということで、まあ、そんなにやることではないかなと思うんですけれども、やってどんな心境になったでしょうか。あ、いや、なんかこういったお寺とかでの対局だと、なんかそういったイベントは結構あるんですけども、ただ両者勝つことはないんであんまりその必勝祈願みたいな言い方どうなんだろうかっていつも思うんですが検討祈願するみたいな感じですかねまあ、なかなか言い方は難しいですけれども、どうでしょう、まあ、その検討を祈願するということだとして、こう気持ちの面でですね、こう少しちょっとこう本番に近づいてきたなというような感じとか。あ、はい、そうですね、まあ、そういった場所でやっぱり対局するっていうのはタイトル戦ならではのことなんで、なんかまあそういった、こう対局前日のなんかまあ、なんていうんだろう、お祓いじゃないですけど、そういったイベントごとは嫌いではないです。はい、それでは改めて、まあ、明日からの第3局、まあ、ちょっと想像ですけど、その、休日の開催でもあるので、ひょっとしたら、まあ、普段より多くの人がご覧になるかもしれないですが、どんな勝負をしたいか、どんな勝負を、したいかということを、一言お願いします。そうですね、まあ、まあ、ここまで1勝1敗のスコアもタイということですし、まあ、5月に入って、まあ、ここからまた名人戦も煮詰まっていくというところなので、まあ、明日の第3局は、まあ、まあ、スコアの上でも、まあ、改めて仕切り直しという位置づけなので、はい、また、まあ、改めてという気持ちで、まあ、気持ちを充実させて、2日間頑張っていきたいと思います。わかりました。
道にそれる話なんですけれども、はい、先日アベマトーナメントの糸谷さんのチームがバンジージャンプをしたという動画があって、それに絡んだの渡辺さんも以前バンジージャンプをしたっていうふうにツイッターでコメントされてましたけども、それはいつ頃でやっぱり怖かったのかみたいなことを、ちょっとその時のことを少し伺えればと思うんですけど、去年の去年の年明けぐらいですかね。はい。もう旅行ってことですか。え、旅行で行かれた。いや違います、それをやるためだけに。それは自分の意思で。いや違います、ちょっと妻になんか漫画のネタでっていう、本当それだけのために行ったんです。はい。怖かったですか。怖かったですね。前から落ちてる。あ、いや、そうそう、普通にやったんですけど、なんか、いや、やっぱり、まあ、大丈夫だとは分かっててもすごい怖いですよ。ああいう位置に立つっていうことが、立ってそこから突っ込んでいくっていうことが、その大丈夫だと分かってても怖いし、なんかやっぱそういう、こう夢に出てくるぐらい怖い、怖いです。またやってみたいと思います。いや、もう絶対やらないです、はあ。糸谷さんのチームなんかこう精神力を鍛えるんだみたいなのがあったんですけど、って言ってましたね。なんか山崎さんが精神力を鍛えるためにやりたいとか言ってたんだけど、実際あれもあれ後ろ向きで飛べる人はもう大丈夫だと思いますよ、鍛えなくても。自身が鍛えられたなって感じとかありますか。いや、そういう感じなんだろう。あれはこう、あれはなんか話の 種にやるものっていうか、こうね、社会勉強じゃないですけど、そういうもんですよね。それで鍛えられたりはしないと思いますけど、ね、きっと。すみません、ちょっと余計な話でした。いえいえ、はい、ありがとうございました。